はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということで今日はね、今更聞けないシリーズということで、前回ね、前回じゃないか、ちょっと前にマキネッタのブリッカーというね、人気のアイテムの、トラブルシューティングといいますか、チェック項目みたいなね、動画をやりましたら、おかげさまで好評いただきまして、ご視聴者さんからちょうどタイムリーでしたということで、コメントをいただきました。ありがとうございました。で、今日なんですけども、今日もね、そういった意味の切り口で、やっぱりそのもうすでにメジャーどころアイテムを改めてね、こうパーって見た時にですね、これはものすごいとにかく人気のアイテムというのを意外とやっぱりその昔ねちょろっと僕もやったんですけど、改めてね、そういうのもピックアップしてもいいかなということで、今更聞けないシリーズということでねやります。今日のテーマはですね、先ほどご紹介しました通りこちらですね。これ僕の動画でもよく登場する、アイテムになります。ラッセルホブス電気ケトルというねものになります。コーヒーを自宅で入れる方でしたら、どっかで必ず見てるかなっていう感じぐらいのね、超有名アイテムになりますね。で、機能的にもね、超シンプルで簡単なんですよ。ここまで広がった商品ということになるかなというふうに思います。で、今日はねこれを改めてご紹介しようと思います。どういう部類に入るかといいますと、いわゆるこういったね感じで電源を入れてワンタッチピッてやるともう沸騰してくれると。普通にガスコンロでお湯を沸かすよりはるかに早く沸かせるということでね、いわゆる電気ケトルというやつです。こういうのですごい有名なものといえばティファールですよね。ティファールすごくね、僕も家にもありますけども、ティファールなんかもね同じような原理で電気ケトルですね、お湯を素早く沸かすことができると。でコーヒーを、雑貨の中でね、なんでこのラッセルホブスがものすごい、有名で、人気商品になってるかっていうことなんですよね。ラッセルホブスのこの電気ケトルですね、そのお湯を沸かす機能と、注ぐ機能、この2つなんですよ、特化してるのが。とにかくシンプルで、その他にですね、ちょっとこの後ろに見えますけども、こういったボダムのねウォーターケトルですね、これもお湯を沸かすんですけども、これはまた特徴的で、温度をねこうキープしてくれる機能っていうのもついてたりします。なのでね、またちょっと機能がね追加されたものなんですけども、先ほどのねラッセルホブスと何が違うかって言いますと、一番の特徴はこの注ぎ口なんですよね。はい、電気ケトルにしてはものすごくこう反ってると。なのでこのままドリップができますよっていうようなタイプなんですよね。でその他にですね、ボナビータっていうですね、優れもののケトルあります。電気ケトルね、それは温度をキープする機能もついてて、あらかじめこういった注ぎやすいというケトルがあるんですけども、それはねすごい重宝します、はい、なんですけど、値段がねかなりちょっと上がってしまうっていうのもありますし、このラッセルホブスがものすごくこう世の中に知れ渡ったっていうのはシンプルなんですよね。先ほどからちょっと言ってる通り、これを押すともうそれでお湯を沸かし始めると。で沸いたら自動的にポンって上がるので、沸騰になります。その代わり温度はキープはしないんですけど、沸騰した時にね、ドリップケトルに移し替えるっていうやり方もありますし、もともとこういった反り返りがあるので、こうね、このままラッセルホブスのままドリップができますよっていうね、その2つなんですよね。なのでシンプルで、しかも早い、沸騰するのが早いっていう、そのシンプル機能の合わせ技っていうんですかね。なのでこれだけね人気商品になってるのかなというふうなね感じです。なので実際に、まだ電気ケトルとか持ってらっしゃらない方いらっしゃいましたら、まずね、このラッセルホブスは絶対候補に入ってくる一つかなというふうに思います。もっと機能が欲しいよっていう場合ですと、いろんなね、選択肢がいくつか出てくるんですけど、
まあ、シンプル機能、まあ、いろんな、ね、あの電気ケトル開発されてるので、まあ、いろんな各メーカーさんの、ね、見てみるとそれぞれ特徴が出てます。まあそのまあ、僕個人の意見から言わせると、まあ、その元祖っていうのがこのラッセルホブスだったかなというふうな印象がありますね。はい、実際ね今日はこれでお湯を沸かしつつですね、だいぶ以前にちょっとやりました裏技もね改めてご紹介したいと思います。その裏技とは何かっていうとこれなんですね。はい、これね急須スキッターっていうね2個で150円ぐらいで売っているものになります。要はその名の通り急須にねこうガチャッと装着して、こう雫のようにね注ぎやすくするよっていうアイテムなんですよ。これねものすごく便利で、要は急須ってこうハンドドリップしようとするって難しいじゃないですか。なかなか水量とかもね調節しにくいし、ましてや点滴ドリップなんかできないんですよね。それをこの補助アイテムを使うことによって点滴ドリップ水量をかなり調節することができるっていうまあアイテムなんです。これをですね実はこのラッセルホブス、もともとこれドリップできるような反り返しぐらいなんですけども、さらにね魔改造でこれにね装着しちゃうんですよね。やってみましょうか。はい、こうやって入れてもうこれだけです。でガチっていうかねもうちょっと出すぐらい、はい、こんな感じがベストなんじゃないですかね。はい、で注ぐことができるということですね。要はドリップポットに負けないぐらいの注ぎがこれで完成してしまうということになります。では早速ねちょっとお湯沸かしてみましょう。では簡単にねドリップもし実験をやろうと思いますので、この間ねちょっとご紹介しました電池式のねカリダのスローですね。これね意外と便利でした。こう入れて立てて、はい、これでねものすごくスローにね入れられると。あとはほっとけばいいです。はい、ではね、豆が引き終わりました。で、電源につなげまして、こちらが台になりますね。ラッセルホブスって書いてます。この上に、もうあらかじめこれ水入れてます。はい、もうこれだけなんですよね。でここのスイッチをポンと入れました。そうするとねここランプついてますね。もうこれだけなんですよね。なのでもうとにかくシンプルで、これで沸騰してお湯が沸いたら自動的に止まるということになりますね。はい、お湯をね沸かしている最中なんですけども、要はね電気ケトルなのでこのまま放っておいてお湯が沸きます。で、ラッセルホブスの優れているところはこのままねドリップポットにもなってしまうということが優れた点なんですよね。お湯を沸かす、このまま注ぐこともできるということですね。でただねドリップポット、やっぱりねハンドドリップをよりねやりたいときはやっぱり自分に合ったドリップポットっていうのね、またちょっと違うジャンルのような感じはしますけどもが、やっぱりあってもいいかなと思います。ただねそこまではいいよということで、あ、ごめんなさい、ポチって言っちゃったね。これで沸きました。はい、ほんと早いんですよね。1分半もかかってないかなぐらいだと思います。まあ1分半から2分ぐらいかな。はい、で、ドリップポットまではいらないよという方でしたら、もうこのままラッセルホブスのままね、ドリップしても結構ですし、先ほどご紹介しましたこの急須スキッターですね、これ2個入って150円ぐらいで買えるので、まあ、これはねあくまで僕が勝手にねすごいドリップしやすくなりますよっていうねご紹介したんですよね、数年前に。なので公式な見解ではありません。なので別のね、これはついてるわけではありません。別途お買い上げになっちゃうんですけども、つけるとすごい便利です。ではね早速沸きましたのでドリップしていきましょうか。どんな感じで注げるかっていうのをねちょっとやっていきたいと思います。ではまずね、何もつけてない普通のラッセルホブスです。
これでもね十分ですよね。こんな感じです。うん、でもね十分しっかりとドリップはできます。ではちょうど蒸らし作業に入っているところで、この急須スキッターね、裏技です。これは完全にね、装着します。はい、これだけです。こんな感じになってますね。ではこの急須スキッター装着バージョンでドリップしていきましょう。ほら、この違いです。ほら、この明らかにねドリップしやすくなるんですよね。これがこんだけできるようになれば、正直ね、あの他のドリップポットなしでも十分ね、このクオリティの高いハンドドリップを実現できるかなというふうに思います。なのでね、これちょっとあの裏技って僕は呼んでるんですけど、こんな感じで注げたりします。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、今更聞けないラッセルホボス電気ケトルということでやってみました。まあね、もうたくさんものすごいね、有名な電気ケトルありますけども、まあ、改めてね、なんか紹介してみると改めてこの良さっていうのがね、見えてきますよね。なので、まあ、これからね電気ケトルなんかね探してみようかななんて思う方いらっしゃったら、一つのね候補になるかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。